じゃあ久しぶりに乾杯。みんな覚えてますか？覚えてないよね。いつだっけ？2年と8ヶ月で、3年ぐらい。2011年の11月30日以来らしい。すごいですね。3年ぶり。うちらもあんまり会ってなかったもんね。あれからお互い忙しくて、なかなか会う時間がなかったんで。あれ、あの時多分私学生だったよね。そう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 。あ、そうだそうだ。すいません、あの当時七瀬アリサだったんですけど、今七瀬アリーサに改名してます。七瀬アリーサとブブブブの映像ラジオ。そうね。そう、なんかかなりね、即興でやろっかみたいな感じで、とりあえず声だけ今撮ってるんですけど、はい、ちょっと今あの名駅の居酒屋さんで。海外じゃないや外での収録になってます。そうだから、あのおじさんのなんかリアルな会話もちょっと入ってきてるんですけど、途中でもしかしたら店員さん入ってくるかもしれないね。まあでもね、なんか結構3年ね、あったんで、お互いいろいろ変わってるんで、うん、最近は何やってんの？最近は当時は学生だったね。だけどちゃんと就職して一応薬剤師もやってます。さすが、皆さん覚えてますか？あのいろいろあの映像ラジオの中でもね、コーナー取り上げてやってたもんね。薬とかいろんな、なんかね、今の方がね、もうちょっといろいろちゃんと実践的なものを、ね、伝えられるのかなって思ったりもするんですけど。うん、聞きたい。なんかでもそのこの前びっくりしたのが、映像ラジオで声を出してたから、声でブブブさんって気づきましたって言ってくれた人がいて、マジでと思って。なかなか、確かにいつも普段はね、あの仮面つけてるわけじゃないから。そうそう、あれつけてたら捕まっちゃう。あれつけたらすぐ一発で分かるのに。あれは捕まっちゃう。確かにそうだね。あれからまだだって当時見てる人たちも今まだ見てくれてる人がいるわけだから、ブログとかでも、いまだにたまにあの YouTube にも載せてるから、あの結構友達とかでも見たよとかって言われることあるから、ね、かなり恥ずかしいんだけど、ね、なんかね、もうちょっとちゃんとやれたなとか。そうだね、勢いだけでやっちゃったからね。そうだね、そうだね。しかもね、目標の10回に行けなかったから。そうだね、確かに。あの結構忙しくて終わっちゃったんだよね、お互いがね。でも結局なんか未だにそういうなんかいろいろやりたいなっていうチャレンジ精神だけはあって、結局また戻ってきたみたいなね。確かに。なんかやれることないかなっていうので、そうだね、今日も集まってね。そう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 。ちょっとこれ食べてみようよ、あの厚揚げ。厚揚げね。ここすごい美味しそうなんですよね。なんかね、豆腐の字がね、ちょっと違ったりとかして、ね。そうそうそう。厚揚げ美味しい。ちょっと周りの声も入ってて申し訳ないんですけど、結構今多分大きかったその間厚揚げ食べてる。あのなんかマレーシア行ってたのがびっくりした。なんかアメリカとかが多いのかなと思ってたら、マレーシアと思って。そう、結構マレーシア行く前、2年ぐらい前も1回タイに行ってる。まあ、ちょっとタイでも怪我して大変だったんですけど、この間マレーシア行ってきて、まあ、いろんなマレーシアだとシンガポールですね、今行ってきて、なかなか見れないようなところとか、まあ、現地でしかあの味わえない体験いっぱいしてきたんで、まあ、ブログでもう本当に鬱陶しいほど毎日マレーシアシンガポールの旅行記書いてるんで動画とかもあるんで見てほしいんですけど。逆にブブブはどっか海外行きたいとかある？海外で、なんかイタリアにこの前行ってきたんだけど、うん、すごい休みをもらって、うん、でもまたそうやって海外行くと海外好きがやっぱり集まってるから、また次に行きたくなっちゃって、ね、今はスイスに行きたいけど、もう絶対休みもらえないわ。今忙しそうだもんね。そうだね、なんかね、次はね、新婚旅行じゃないみたいなこと言われちゃって、だから普通なんか新婚旅行ぐらいでしかこんなに休まないよねとか、ちょっと嫌味言われちゃって、やだー。でもそうだよね、え、予定なさすぎだよとか思って。分かる。でも前3年前はまだ私たち20
3とか4とかだったから、うんうんうん、23月生まれだから多分23とか、そうそうそう23だね。でもだからこの話しなかったけど、今もう26とか7になってくるからさ、今度ね、ね、もう周りとかね結構結婚の話とかしてくるけどね、どうなんだろう。でもこの前初めて占いに行ってきたよ、うん、まあ、なんか占い最初仕事の悩みもあって、うん、仕事のことも聞いてたんだけど、ね、友達と一緒に行ってたから恋愛のことも聞いて、うん、そしてね、なんか今の26とかの年齢だったら30歳までに結婚できますかって聞くところを、うんうんうん、35歳って言ったのにもかかわらず、うんうんうん、まあ、結婚しないっていう選択肢もあるしねって言われちゃって、え、今やんわりやんわりできないって言われたのかと思って、まあ占いだからね。でもね、ちょっとなんかね、あ、そうかと思って、あ、自分から行かないからとかなんかいろいろ言われて、あ、ちょっとなんか思い当たる節はありそこでね、でもね、占いね、まあ、信じるか信じないか自分次第だし。え、占いとか行ったことある？普段そんなに自ら行ったりとかはしないんだけど、偶然あの1回目にアメリカに初めて1人で行った時にちょっと携帯なくしちゃって、でそれで警察の方に届け出をしなきゃいけなくて、その届け出を出しに行く時に警察の場所が分かんなくて、で道に迷って道を聞いたおばさんがたまたま占い師の人で、なんかそれだけで運命じゃん。そうこれはまさになんか占いをしろって言われてるのかなと思って、でその帰り道にちょっといろいろ、当時本当に大変だったから、初めて海外で一人きりだったんで、で占い見てもらって、そしたら割と、まあなたにはアーティスト的な才能があってみたいな、ハリウッドにいる外国人だったら大抵そうだと思うんだけど、なんかそういうこと言っていろいろ、でも心強いよね、うん、そうそうそう、なんかまあプラスに自分が捉えればいいかなって思うし、でなんか私も結婚面に関してはちょっとあんまりいいこと言ってもらえなかったけど、でもなんか仕事もあとその夢として追ってる制作のそのやつも一応ちゃんとなんかどっちも両方とも両立できるしちゃんと認められてるよみたいなこと言ってもらえて、すごいなんか救われた感じだったから、確かにね、まあ、結婚はいずれするとして今しかできないことってやっぱりあると思うし、本当だよね、まあね、人それぞれだしね、まあやりたいことがいっぱいあるし、まだまだねやりたいことがあるからいいかなと思うんだけど、え、なんか今やってみたいことを例えば、なんか一個教えてよ、本当もういろいろあって、もう今実際にやってるんだけど、結構今YouTube の方に動画をアップしてて、まあ初めいろいろメイクとか英語についてとかも動画とかもアップしてたんだけど、結構英語の動画とかを見てくれる人とかいろいろ質問とか聞いてきたりしてくれて、そういうのが嬉しかったから、ちょっと今後はもうちょっと YouTube の動画とかに力入れていこうかなって入れていきたいなっていうのがあって、まだそんな英語を教えれるような立場じゃないんだけど全然だから、その勉強の仕方とか一緒にその共有していけたらいいかなと思って、でもじゃあ結構なんかネットへの露出がさらに増えるかも。そうだね、まあ、YouTube とか、そう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 、そうだね、動画がより当時映像ラジオユースト使ってたからね、懐かしいユーストで、 YouTube とも連携して一応やってたけど、本当あの時からね見てくれてる人がいるからね、すごいよね、すごいね、もう親みたいな感じだよね極端な話で、そうだね、そう、理解してくれて、ありがたいね、本当だよ、助かるけど、そんなもんかな、今日はね久しぶりに会って、そうだね、またでもねいろいろやっていきたいなって思うし、そうだね、まだあるし、それこそね、ありさちゃんともなんかやっていきたいなと思ってて、そうだね、確かに
かにいろいろ話したいよね。なかなかこういうことですよ、友達っていないし、なんかその自分でちょっと小冊子みたいなものはコナンを使ってはやってみたんで、コナンじゃないところでちょっとそれをなんか対象物をまずアリサさんにしてやってみたりだとか、何か別のもの、こうドラマとかも好きだったりするんで、そういう違うものでやってみたりとか、私は少しちょっとコナンから離れてやれることないかな、でもコナンがいるからこそできてるしさっていう、そのなんか微妙なところかなと思って。でもコナン好きな人はいっぱいいてもね、そこまでいろいろ小冊子作ったりとか、実際に撮影にも参加してきたんだもんね。それはねエキストラなんだけどね、なかなか会えないからすごいと思う、それは本当に。なんかねチャンスさえあればね、いろんなことにチャレンジして、やっぱ自分にできることはどんどん増やしていきたいし、そうだね。例えばどういうことをやってみたいとかはある今、はい、そうだな、でもやっぱり今はそのコナンじゃないことで自分に何ができるかっていうところがあるから、そうだね、そういうタイミングになってるっていうことかもしれないし ね、 そ, うね、それこそなんか今日話聞いて、あ YouTube も確かにいろいろやってみたいなと思うけど、著作権とかね、そうだね、関わってくるとそれは厳しいから、あと私は顔出しとかはしてないから、できることちょっと狭まっちゃうし、そうだね、まあ、でも今できることとかやりたいことがあるうちはね、できる限りやっていきたいなと思うし、そうやっぱりそのブープープっていう存在は自分にとってもすごい大事なものだから、確かにこれからも大事にしていきたいな、そうですね、ちゃんとそれを見てくれてる人がいるからね、本当にありがたい。確かにブログとかどれぐらいやってる、何年ぐらいやってる、ブログ8年とか、すごい。でも私もいつだったかな、多分そんくらい二十歳とかだから、そうだよね、そうだよね、やばいよね、だね日記とか全然一人自分じゃね書けないんだけど、無理無理無理、やっぱり、ブログとかみたいにそうやって見てくれてる人がいるし、だんだんファンとかも増えてくるからね、またやりがいがあるしね、すごい変わってるから、私だって顔も出してたからさ、写真とか見ると全然違うしね、本当映像ラジオですらね全然違うね。まああの時はね衣装とかも、ね、そうだね、確かにちょっとなんか赤い服着てっていう感じだった、そうちょっとお互いねいろいろ座ってね、そうそう懐かしい、懐かしいね、でもなんかちょっと久々にねやれたらいいなって思うけどね、本当はちょっとね動画でまた撮りたかったけど、そう、なかなかね外でだとね店員さんびっくりしちゃうしね、そう見てみたいけど、ちょっとね、まあでもまた機会があればね近いうちに、そうだね、そう撮ってまたなんかお互い頑張ってなんかこんなんできましたっていうのを、ね、紹介したりしつつ、そのアリサちゃんにインタビューみたいなこともやっていけたらなって思って、何でも聞いてください。それこそなんか2人じゃないとできないことみたいなね、そうだね、確かに、いろいろあると思うので、また何かね一緒にコラボしてできたらいいかなと思います、ね、じゃあそんな感じでとりあえず今日の収録は、ね、これ何分撮ったかもよく分かんなくなっちゃった。やばい、20分撮ってる。あこっち、あこれ21時じゃない、あ21時か、よかった13よかったよかった。まあなんかこんな緩いのもいいんじゃないでしょうか、みたいな ね、じゃあそういう感じで、そういう感じで、はい、ちょっと待って、ここかな、ではでは、はい、またね、バイバイ。